こんにちは。この12ヶ月ストレッチ計画では1年間毎月異なるストレッチにチャレンジをします。一緒にチャレンジをして1年後のしなやかな体を目指していきましょう。今回からはコアトレーニングのクールです。コアトレーニングでは体の中心軸を鍛えます。体の中心軸が強くなると全身のバランスを中心の軸が安定して保ってくれるようになります。軸が安定すると全身のバランスを取るために力んでいた手足の筋肉や関節から余計な力が抜けて手足が伸び伸びと、そして精度の高い動きができるようになります。これにより運動のパフォーマンスが上がったり、日常生活では怪我の予防にもつながったりするんです。コアトレーニングのメリットは腰痛改善などたくさんあるのですが、動画の最後でも改めてご紹介いたします。まずは一緒にトレーニングをしていきましょう。初回ではフロントコアとバックコアのトレーニングで体の中心軸をぶらさずに体の前後の動きを鍛えていきます。では早速行っていきましょう。まずはレッグロワリングでフロントコアのトレーニングを行います。お腹周りを中心に鍛えるので下腹部の引き締めや反り腰予防が鍛えていきます。まずやり方を説明するので見ていてください。まずはマットの上に仰向けに寝ましょう。両足をマットから浮かして股関節と膝が90度になるようにセットします。この時に腰とマットが浮かないように注意しましょう。では動作を行います。右足を大きく前に1個出していきます。ゆっくり戻していきましょう。呼吸は吐いて吸う息で戻しましょう。この際に足を前に出した時に腰とマットがこのように浮いてしまいがちになりますので、なるべくここが浮かないように注意して行っていきます。で、少し動きがきついよという方はこの足の角度のままかかとを地面に近づけて戻していきましょう。はい、ではこちらの動きを左右合計で10回行っていきましょう。それでは一緒に行っていきましょう。ではマットに仰向けに寝ます。両足をマットから浮かしていただいたら、膝と股関節は90度、腰とマットが浮かないことをチェックしていただいたらスタートしていきましょう。では右足からゆっくり前に伸ばしていきます。伸ばします。ゆっくり戻っていきましょう。交互に行っていきます。左足を前に出してゆっくり戻します。右足を伸ばします。呼吸を吐きながら吸う息で戻りましょう。さあ皆さん、この時に腰が浮きやすくなりますので、なるべく腰とマットはギュッと近づけたまま行っていきます。右足を前に吸う息で帰る。左足、肩の力を抜きながら行っていきましょう。そうです、ゆっくり返っていきます。肋骨と骨盤の骨を近づけるようなイメージでお腹を締めていきましょう。吐く呼吸で前へ、吸って戻す。左足を前に伸ばしてゆっくり帰っていきましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。次はプランクでフロントコア、バックコアのトレーニングを行います。腹筋のほか背中や肩、腕などに全身に働きをかけて筋力アップを目指していきます。体をダイナミックに動かすトレーニングではありませんが、じっくり全身の筋肉に効いていきます。まずは正しい姿勢を説明しますので見ていてください。ではまずはマットにうつ伏せになります。肩の真下に肘が来るようにセットしていただいたら、両足を伸ばして耳の穴からかかとまでが一直線になるようにキープして行っていきましょう。この時にお尻が上に上がりすぎてしまったり、腰が極端に反ってしまうと腰の痛みにつながってしまいますので、まっすぐキープして行っていきましょう。ちょっとこの体勢がきついよという方は膝をついて行っていただいても大丈夫です。
では実際にこちらの動きを30秒行っていきましょう。それでは実際に行っていきましょう。まずはマットにうつ伏せの状態、肩の真下に肘が来るようにセットしましょう。両足を伸ばして耳の穴からかかとまで一直線をキープしたら、それではスタートしていきましょう。さあ皆さん、呼吸ね、吸って吐きながら行っていきます。肘でさらに地面をぐっと押し込むようにしていきましょう。呼吸を吐きながらお腹を薄く、お腹をぎゅっと締めていきましょう。さあ膝が曲がってきやすいので膝もピンと伸ばしていきます。さあラスト5秒行っていきましょう。3、2、1、はい、 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。冒頭でもご説明しましたが、コアトレーニングで体のバランスや安定感を高めていくと、手足そして全身の動きの精度が上がります。また体の中心軸が整うと、いわゆる正しい姿勢も維持しやすくなります。姿勢が正しくなると筋肉に余計な力が入らなくなり、リラックス状態になるので腰痛や背中の痛みなども解消期待できます。ちなみにコアトレーニングでは、これまでご紹介した筋膜リリース、アクティブストレッチ、関節モビリティをセットでやるのがおすすめです。手足が動かしやすくなってきた、動きが安定した、秒数が増やせるようになったなど、体の変化をより感じやすいかと思います。ぜひ一緒にチャレンジをしてみましょう。次回はバックコア、サイドコア、背中周りと体の側面の筋肉に働きかけます。ファンケル TV ではこれからも他にもたくさんのストレッチを紹介していくので、ぜひ続きもご覧ください。今日はお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。